どうも皆様こんにちは、たまみお散歩チャンネルのたまみです。皆様、なんと今回私のこのたまみお散歩チャンネル登録者数が2000人を超えました。ありがとうございます。ということで本日は、まあ、ほとんどもともと予定していた動画があったんですけど、2000人登録していただいたということで、皆様によくプライベートでも、あとはインスタとかでも聞いていただいてたような、ちょっと質問だったりとか、あとは、まあ、よく普通に会った方から聞かれることだったり、まあ、皆様が多分気になるであろうというのを少しいくつかまとめて Q&A にしたので答えていきたいと思います。メインとしてはやっぱり生活費だったりとか家賃だったりとか、タイの生活について気になる部分、あとは治安とかだったり、あプラスで収入面、どのぐらいのお給料がタイで働いたらもらえるのかとか、さまざまな質問をちょっと準備しましたので、始めていきたいと思います。早速まず1つ目、ダラン、何語で毎日話すの、とタイで生活する上で何語で話すのっていうのをよく聞かれるんですけど、タイ語、私タイ語できないんだけど、タイ語で、なんかその英語ができるっていう話よく聞くんですけど、英語ができるっていうのは本当に一部のお店だったりとか、観光客の方が多いお店で外国人慣れてるお店とかだったら、まあ、英語は通じることあるんですけど、全員が全員通じるってわけじゃなくて、タイ語ができればベターだなっていうのをこの1年を通して本当に感じたところでした。でやっぱりタイ語ができた方が住みやすいと思います。それ多分日本に住む外国人も一緒だと思うけど、外国の方は多分日本に住んで日本人とこう距離を縮めたいと思った時に、やっぱり日本語できた方が縮まりますよね。と一緒で、タイもやっぱりタイ語ができた方が距離を縮められるというか、すごいあコミュニケーション取ってるなっていうのを感じます。でもちろん1年住んだから、なんて言うんだろう、サバイバルタイ語は覚えてきたけど、例えばタクシー乗った時に右行ってください、左行ってください、まっすぐ行ってくださいとか、ここで降ろしてくださいとか、本当にそういうサバイバルなところで行くと成長したかなと思います。あとは注文する時の 1,2,3 とかヌーンソンさんで、英語がどこまで通じるかっていうのをいろいろもちろんトライする中で思ったのは、簡単な英語が通じる、だから第二言語じゃないですか、ここでもタイ語、タイ人にとっての英語って、で日本人にとっても第二言語なんで、本当にその感覚でいくと、本当にネイティブのイングリッシュがいいとかじゃなくて、本当に分かりやすくワン、ボトル、ウォーターみたいな感じで単語単語つなげてこう交流するみたいなイメージです。まあタイ語ですね、タイ語ができたらベタだなって毎日思います。次、治安の方は実際どうなのっていう話がよくあります。治安ね、実際のところ治安は日本よりは良くないかなっていうのが私の印象です。まあこれはもちろん人の体感はね、みんな違うから、人によって多分感じるところは違うと思うんですけど、日本に比べるとやっぱりなんかまだ怖いなって思う部分が部分部分あります。タイ意外と隠れ銃社会って言われてて、もしかしたら誰か銃持ってるのかもって、隠れ銃社会って聞いてからすごいいろいろ怖くなりました。なんでまず、まあ、これ結構気をつけた方がいいところで、旅行来る方とか海外は値切ってなんぼだみたいなところあるかもしれないですけど、タイってあんまりそういう喧嘩とか値切り交渉しすぎると良くないなっていうのは私は思ってまして、私も来るまでそこまで実感しなくて、旅行する時って感覚としては旅行だったんで、まあ値切り交渉とかも全然ありなのかなって思ってたんですけど、住んでみて例えばタクシーとかは値切り交渉はしない方がいいって教えていただいて、喧嘩とかになると本当にファッとこう銃が出てきたりっていう可能性もあるので、もう本当にそうやって喧嘩するような場面には遭遇しない方がいい、てか喧嘩はしない方がいいよっていうことを教えていただいてからは、タクシーの値切り交渉とかしなくなりました。中華圏って言ってなんぼなところがあったんで、中国にいた時も香港にいた時も値切ってなんぼみたいな
言ってなんぼみたいなところあったんですけど、こっちに来てからもうそこに対しては一切なくなって、本当に例えば外国人価格で、私外国人に見えるというか、まあ日本人に見えるんでしょうね、かもしくは中国人か韓国人かわかんないですけど、とりあえずタイ人じゃないと思われることがあるので、やっぱ住んでてもよく外国人価格でタクシーとか400とか言われるんですけど、その時昔の私だと多分中華圏にいた頃の私だったらめっちゃファイティングモードって多分入ったかもしれないんですけど、もうそのファイティングモードはなくなって、じゃあ大丈夫ですって言ってもう流して、次のタクシーメーターを使ってくれるようなタクシーを探すようになりました。なんですごい一旦もうすぐパッと諦めて、はいじゃあ大丈夫ですってちゃんと優しく断って次に行くようになりました。でもその断り方とかもちゃんと丁寧にしなきゃダメですよ。雑になんかめっちゃ怒ってバンとかドアとか閉めたら NG なので、向こうも怒らせないで自分も怒らなくていいように諦めて次に行くっていうことをおすすめします。これ一つ気をつけた方がいいかなって思うとこです。喧嘩をしない交通で、ここって渋滞がすごいんですよ。皆さんもご存知なんですけど、車とか時間間違えると本当に1時間とか1時間半とか余裕でかかっちゃう。例えば朝のラッシュ時間とか、普段だったら15分で着く距離だけど1時間とか余裕でかかっちゃうんですね。特に混む大通りとかになってくると本当に全く1センチずつしか動かないみたいな時も時間帯によってはあるぐらいで、なんでバイクがめっちゃ多いんですよ。東南アジアあるあるなんですけど、渋滞がすごい、やっぱそのインフラのところでまだこう渋滞解消されてない国ってやっぱバイク多いじゃないですか。ここだけじゃなく、まあ、ベトナムとかもねもちろんなんですけど、とりあえずバイタクっていう手段があるんです。バイクタクシーでもやっぱりバイクタクシー、この車の間ヒュルヒュルって入っていって、正直乗る感想としても怖いです。この人の運転大丈夫って思うことも全然あるし、すごいやっぱバイクに乗ってる時点で、バイクの後ろに乗ってる時点で怖いんで、やっぱりその分バイクビュンビュン行くし、間すり抜けていくしっていうので事故が多いんですよ。なので毎日事故件数すごいってお話を聞くので、あんまりおすすめしないというか、こういうところでも治安ではないけど気をつけた方がいいところだなって思う部分です。全然なんか人はすごい優しいんですよ。タイの人はめっちゃ優しいんだけど、両津勘吉のほらバイクに乗る人いるじゃないですか。でもなんかバイクに乗ったら人柄変わるぐらい、なんか急に優しそうな人でもビュン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 こう飛ばしていったり、たまになんかこう大通りの信号とか無視しようとする方とかいらっしゃるけど、もういつもね怖すぎて、もう本当にお願いだからここは飛ばさないでとか、信号無視だけはしないでみたいな話とかよくするんですけど、それぐらいバイクも気をつけた方がいいところの一つ、住んでめっちゃ思いました。なんか命は自分で守るもんなんだっていうのはめっちゃ思って、まあこんな感じ。次、タイマーってどうなのみたいな、なんかそんな簡単に手に入るのみたいな感じなんですけど、実際一時期去年とかすごいもう本当に露店とか店とかもう本当にマーク、タイマーのマークとかタイマーの店いっぱいでしたし、目の街中で知ってる人も多かったです。なんか匂いプン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 って感じのところもあるし、そうでもないところもあるんです。なんか本当になんか地域差があるって感じで、例えば皆さんご存知のカオサン通りとか有名な通りとかあるんですけど、あとは飲み屋街とかの通りとかに行くと全然売ってあったり、その本当に普通にクッキーの中に入ってクッキーとして売られてたりするんで、クッキーとして売ったって間違って食べちゃうんじゃないレベルで普通に手に入るのかなと思ってて、だから来る方は逆にその間違って食べないように気をつけるというところも一つ気をつけた方がいいところなんですけど、一時期なんか3軒歩けばというレベルでタイマーのお店とかありましたからね。未だに全然あるけどね。生活費と家賃と物価、ところどころ他の動画で取り上げてるんですけど、まあ、まず家賃のところからお話していきたいと思います。家賃については、家探しをしてる時に私のいつも家探しを手伝ってくれるファズワズのナムちゃんに家探し動画を撮らせていただいて、上げた動画がこちらあるんですけど、もし見てない方いらっしゃったらこちらで見ていただけたら、都心のタワマンというか、まあ、コンドミニアム、管理がついてるアパートマンションみたいなところ、1LDK から
そして 2LDK から見せていただいてて、価格まで載せてるので、よかったらこちらの動画気になる方はもっと見ていただいたら嬉しいんですけど、今回は、まあ、私がこっちに引っ越してきてから2つお家に住んだので、その2軒のお家を基準に話したいと思います。これは本当にお家によって、それからそのファシリティによって、施設によって全然変わってくるので、前後するよって、もっと高いとこもあるし安いとこもあるよみたいな感じで思っていただけたらいいんですけど、まあ印象としては東京より10%安いか、まあ東京と同じぐらいだけど、ちょっと広さはあるかなみたいなイメージです。あと家具付きが多いので、ほとんどのその管理者付きアパートメントっていうの、サービスアパートメントだったり、まあ、普通のコンドミニアム、日本でいうマンションかアパートに近い感じなんだけど、セキュリティがついてるみたいなところだったら、基本的に家具付きが多くって、例えば洗濯機、電化製品含めて家具付きが多くって、まあ、価格としては日本と同じぐらいかなみたいなイメージなんですけど、去年住んでいたお家はダラララララララッタン 40K 4万バーツでした。4万バーツっていくと、まあ、ざっと 4×で計算すると16万、1年目が、4万バーツだったんですけど、まあ、もともと香港に住んでいたということもあって、その来る時に家探しに来た時に多分香港基準になってたんで、4万バーツ、どうなんだろう、これがその相場立ってるのかっていうところで迷ったんですけど、施設、ファシリティとか、あの家のジムとかね、なんか好きやったんで1年目そこにしました。で、1年目がですね、ちょっと車通りの多い通りに住んでたんで、2年目また新しいチャレンジとして、まあ新しいところにも住んでみようということで引っ越しました。で、引っ越した今の家賃がダラララララララッタン 34K だから34,000です。34,000っていくと、まあざっと計算したら13万弱かな、12万円強。はい、なんで引っ越したかというと、1年住んでみて、おここぐらいまでは落とせるんじゃないかなっていうのを感じたので、家の広さとしてはほとんど変わってなくて、ちょっと中身、そのトイレの数とかシャワーの数のところがちょっと変わったんです。1年目はトイレは2つあったけどシャワーは1つだったりで、今はトイレ2つでシャワー2つみたいな変わってて、でもその分やっぱりシャワーが増えた分部屋の広さちょっとちっちゃくなってるとかはあるんですけど、まあ、ほぼ全体の総面積同じぐらいで、こんだけ価格が変わってくるので、で今はね、その去年は大通りだったけど今はちょっと中に入ったところにしたので、そういうところで、値段が変わってくるかなと思います。なんでもっと探せば、例えばもっと自分が例えば仕事とかの位置関係ないよっていう人がいらっしゃったら、もっと離れるっていうことも一つですよね。都心部からもっと離れるっていうのも一つのアイディアだし、いろんな選択肢が、はい、あるんですけど、一人暮らしの方になってくると、前この紹介したこの動画また見ていただいたら分かるんですけど、都心部だと大体っていうのとか見ていただけるかなと思います。私が聞いたところによると、結構おすすめがオンヌットとかの地域はすごいおすすめっていうことを聞いてて、そっちも考えたんですけど、ただ仕事場との位置とか、そういう仕事のこととかを考えると、やっぱその大体自分の居場所が決まってくるのかなとは思いました。なんかフリーランスでどこでも仕事してますっていう方とかだとまた違ってくるんですけど、やっぱ出勤っていうところとかが入ってきたりすると、交通の面でやっぱ渋滞がすごいので、この渋滞の中朝毎日通勤をすることを考えると、やっぱその大体エリアが決まってくるのかな、仕事場がある方はみたいなとこがあるんですけど、まあもし私にその制限がなくなったら違うエリアも見てみたいなと思っているところです。生活費実際どれぐらいかかるのって、ね、なかなか
全部話すことってないし、でもなかなかね、掘り葉掘り多分聞けない部分だと思うので、答えていきたいと思います。簡単に、もう全部じゃないけど、簡単に、光熱費。私の光熱費はですね、常、ほとんど平均をとって1万前後です。1万円ちょっとかなっていうところ。一番暑い4月5月でも1万2000円いかないとか、まあ高くても1万2000円ぐらいかな。去年も今年も同じぐらいで、いつも1万円ちょっと、もしくは1万2000円かかんないかなぐらいです。4月5月がタイ一番暑いんですけど、4月5月でもまあ1万2000円ぐらいかなみたいな感じです。で、そこに水道代とか買ってくるんですけど、水道代が2,300バーツ800円から1,200円ぐらいかなっていう印象です。で、水道代とは別で飲むお水を頼んでるので、それは別途お金がかかってくるんですけど、もう他の友達とかだったら家にちゃんと、なんていうの、水をフィルタリングできるフィルターつけてらっしゃって飲んでる方もいらっしゃいますし、外で買ってきて飲んでる方もいらっしゃいます。お水に関しては水道代としてはシャワーとかで使う、お風呂に入ったシャワーとかで使う分で2,300バーツかなっていうところです。月、まあこれはちなみになんですが、私はその水を、なんていうの、浄水器じゃないけど、そのままピッて押して水が出てくるやつを飲んでるんですけど、このお水が1つ樽で、67バーツぐらい、280円ぐらい、1樽が19リッターぐらい、67バーツになってます。これ頼み方とか、どこで頼むかもだし、どの頻度で来るかもによってまた変わってくると思うんですけど、まあこれは2人で分けた場合に、まあ月に何個ぐらい飲んでるんだろう、とりあえずなくなったら頼んでまた持ってきてもらうみたいな形なんですけど、会社によってはお家まで運んでくれるし、会社によっては、そのアパートメントの下で自分で受け取ってねっていうところもあるので、それは多分お家の場所によって違ってくるので確認してみてください。次は携帯。携帯については、私これちょっとあんま参考にならないんですけど、私がちょうど来て契約するときに、なんかプロモーションみたいなのやってて、でプロモーションが1年のパッケージだったんですよ。で、その1年のパッケージで契約をしたんです。で、1年間で1万円ぐらい払ってるんですけど、毎月60ギガぐらい使い放題のプランで、通話も1時間無料ぐらいついてるのかな。とりあえずこのパッケージはもうなくなっちゃったみたいで、 AIS っていう会社を使ってるんですけど、たまたま私たちが引っ越してきたときにね、あったプランなんです。で、これはあんま参考にならないので、1年間で1万円ぐらい払ってるんですけど、これね、破格じゃないですか。だからなくなったらしいです。なんか聞きに行ったんですよ、契約更新するときに。これ破格すぎんみたいな、このプランでやってけんのみたいな、みんなこれ使ってんのって言ったら、いやこれは一時的にやってたんだけど破格すぎて採算取れないからやめましたっていう話があったんで、まあそうだよねって普通に納得してます。なんですけど、私は多分契約したからそれを続行して使えてるっていうパターンなので、あんまり参考にならないんですけど、多分海外って多分 SIM カード安いんですよ。香港でも安かったです。物価の高い香港でも1000円も払ってなかったですもん、私。なので携帯はそんなにかからないと皆様思っていただいていいかなと思います。次、そうだな、次ご飯でね、ご飯、私はね週3回ぐらい外で食べるかなっていうところなんですけど、外で食べるって言ってもそんな毎日、そんな、なんていうの、例えばコース料理で毎日食べてるとかじゃなくて、普通に外に、日本食を食べに行く、もしくはタイ料理の露店とかのストリートフードを買ったりっていうところなんですけど、とりあえず自炊を始めてからは、あ、自炊をするとやっぱり安いなと、やっぱ食材安いなって思いました。一時期やっぱ引っ越ししたりとか忙しい時期って買って食べることが多かったりすると、まあ出費かさむなとかって思ったんです。特に日本食とかばっか食べてると、一食に例えば大戸屋とかに行くと1,000円、弥生軒行くと1,000円みたいな感じで、この間初めてうなとと行ったんですけど、うなとと行ってもまあ1,000円2,000円、うなととってうなぎのねチェーン店のところ
なので日本食を毎日食べようとすると1食あたり1000円前後、もしくは高いとこだと、まあ、1500円定食とか食べるとするんだけど、毎日それしないってなると抑えられるかなと思います。特に自炊をしたらだいぶ下がりますね。ぐっと自炊するとまあ好きなものを食べれるし、まあ、その分時間も使うので、これは皆さんの好き好きになるのかなと思うんですけど、プラスタイ料理食べに行くと、まあ、1食例えばカオマンガイチキンライスとかだと50バーツとか60バーツ、麺類でも100するとこなかなかないかなっていう感じで、あ、例えばデパートの中に入ってるタイ料理屋さんとかだったら100から200ぐらいはするのかな。なんで、まあ、500円から800円1000円弱するとこもあるんですけど、もし私がタイ料理を食べる、例えばチキンライス食べるとなったらローカルのお店とかで食べるので、一食50とか60なのかな。日本にするとまあ250円弱とかね。なんでそれは結構お得です。私一時期タイ料理めっちゃ食べてた時期があったんですけど、めっちゃ気をつけた方がいいなと思ったところが塩分。タイって世界で一番塩分摂取量が多い国と言われてます。意外かもしれないですけどそうなんです。私も来てなんか塩辛いなと思うこと多かったですし、水飲みたくなるみたいな、ご飯食べた後にことがあるんですけど、すごいね塩分摂取量多いっていうのと、まあいろいろ調味料とかもいっぱい入ってるので喉乾く。なので外食ばっかりしてると結構塩分多分濃度高いんですよね。なんでそこは最近気をつけてて、だんだん自炊中心になってきたら体の調子が結構良くなってきたかなという感じです。なんかね一時期本当に大丈夫と思った時期があって、本当にちょっと塩減らして意識的に自炊してたんですけど、多分バランスがすごい大事だなっていうのを1年を通して気づきました。まあ、ということで食費に関しては、外食をして日本食を食べると1000円から2000円弱、タイ料理を食べようとすると1000円以下で食べれるかなという印象です。で、まあ、人によっても外食が多い方やと、これをベースに朝昼晩で計算していただけたら大体出るのかなと、生活費自分のこんな感じかな。スーパーとかに行くと日本で買うより安いか、まあちょっと高いけど量が多いかっていう感じだと思います。特に国内産のものは安いので、前もどっかでお話したと思うんですけど、海外からの輸入品が高いんですけど、国内産のものは安いので、国内産のものを中心に使って料理をされるともっと生活費を抑えられるのかなと思います。で、物価に関しても前他の動画で取り上げている物価調査をした動画があるので、もし興味がある方はもうちょっとこの物価調査の動画を見ていただけたら嬉しいと思います。で、収入面に関しては私あんまりそのこうって言えないんですけど、いろいろ見て分かったのは、タイで仕事をしようとするとタイの会社もしくはタイに拠点があるところでお仕事をしようとする時のボーダーラインが多分20万弱ぐらい、20万前後ぐらいはいただけるようで、会社に入るってなった時に、まあ、手当がつく会社は、会社によるって分かんないんですけど、家賃手当とか例えば交通費手当とかは会社によると思うんですけど、まあ、もろもろ含みでも多分最低でも20万ぐらいかなっていう印象です。これは私がいろいろ見た中なので多分いろいろ差があると思うんですけど、20代の方とかで、例えばじゃあ20代経験、特にその業界での経験がめっちゃないにしても20万ぐらいなのかなという印象です。で、そこに追加で例えば30代の方40代の方になってきて10年以上のキャリアついてたり、なんか特別なスキルとかがある方になってくるとプラスアルファで給料がどんどん上がっていく、まあこれはどの国であっても日本でも一緒だと思うんですけど、でタイでめっちゃいいなと思ったのはセカンドライフというか第二のライフ、60以降で日本で退職された方がこっちで就職するときにすごいその会社でね培った20年30年の経験とかをすごい買ってくれるのがタイかなと思います。タイは結構この高度技術者とかの方を探してたりするので、そういう方の給料とかその採用の情報とかたまにこう出てきてあって目に入るときにすごいね
高待遇のお仕事とかいっぱいあるので、もし本当にセカンドライフ考えてる方いらっしゃったら、タイの就職事情とか見ていただけたら、結構多分日本でなかなか再雇用とかだと、ないような案件だったりもタイだったらあったりするので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、詳しいところはまあ探してみてください。少しでもこの動画が役に立てたら嬉しいですし、これから私がまた上げていくたまみお散歩チャンネルでも、美味しいところのお店とかだけじゃなくて、海外移住だったりとか、まあ、そういう生活費のことだったりとか、あとは私が4年ほど住ませていただいた香港の生活費のお話だったり、家賃のお話だったりとか、また香港のお話もしたいですし、私が今まで留学した国とかのお話もしていきたいです。1000人記念してこの Q&A プラス座談っていうのをやってみました。なんかこういうこと話してほしいなとか、もっと気になるとことかあったら教えてください。ありがとうございました。私は今から夜ご飯を食べたいと思います。それでは皆さん、またねー。